今日がバイト初日って聞いたから一応来たけど、その割には泳いでる人いなくない？今日はライフガードじゃなくてヴィーナスの方。結局それ何なの？この前は説明せずに逃げ出すし、響きが明らかに怪しいんだけど。細かいことは気にしなくてもいい。バイトの給料も弾む。なんかますます怪しいんだけど。はあ、話してると頭痛くなってくる。もうなんか勝手にして。フェス用の水着？別に水着ならこれでいい。慣れ親しんだのが一番泳ぎやすいし、フェスにはおしゃれも大事。ふーん、おしゃれね。この水着っておしゃれじゃないの？私そういうのよくわからないから。おしゃれだけど、もっとおしゃれな姿のレイカも見たい。これおしゃれなんだ。まあそういうことならちょっとだけ見てみようかな。何この水着、なんかヒラヒラしてるし泳ぎづらそう。泳ぐための水着じゃなくておしゃれのための水着？こういうのがおしゃれなんだ。よくわかんないけど、これ似合ってるの？私とってもよく似合ってる。あのさ、私泳ぐ以外の水着には詳しくないけど、さすがにこれは知ってる。これもっと年下の子が着るやつでしょ。そりゃさっきのやつよりは泳ぎやすそうだけど、こういうおしゃれもある？うざ、絶対嘘だし。結局この水着が一番楽。着慣れてるし。バイトはこの水着で行かせてもらうから。何？さっきの水着両方くれるって？いいよ別に、バイトでは使わないし。気が向いた時に着てほしいから。あれを着ようと思うことはないと思うけど、断るとまた話が長くなりそうだし。今日はこれで終わりでいい？私行くから。それじゃ。なんか荷物増えちゃう。